ゴーシュ、若い野心にもう一度チャンスを。お任せください。うわー、俺の体はどうなったんだ。おい触るな、訴えるぞ。やばい、なんか汗臭い。あ、サクヤ、お前今なんつった。なんだよあれ、ガキも良すぎかよ。俺じゃない、俺じゃない。新手のギャングラーか。かわいい私のお宝さ。ダラットを元気にしてあげて。よくわからんが生き返った。何？バスからのサービスよ。しまったー。かわいい私のお宝さ、ナメールを元気にしてあげて。あいつは、危険度の高いギャングラーを優先する。ちょっとラブルもやられてんじゃないわよ。もう一度人間仕入れてらっしゃい。すまねえゴーシュ、これなら手軽に構え放題だ。オーラムコレクション王へ。おのれ、カイト。ケイチロ先輩、このデカブツ、なんとかしないとまずいぞ。ヴァンドルトのやつ、結局このざまか。仕方ない、俺も手を貸してやろう。ゴーシュ、わかりましたわ。私の可愛いお宝さん、ブンドルトを元気にしてあげて。なんでこうしゅう、てめえら死にたくなけりゃコレクションを差し出しな。タクヤ、ケイチロウ。はい。ああ、私の可愛いお宝さん、メルグを元気にしたいです。こりゃいい、もちろん食えるぜ。まだ食うのかよ。グッドストライカーブラッド参上。見えるわよ、あなたのすべて、いいところも悪いところもすべて。何のことだ、お前のコレクションの力か。他の二人はどうなるかしら。双眼鏡。それはまさか。深くできるのかよ。もういい、次はもっと楽しませてね。あ、
という。不思議な怪盗さん。私の可愛いお宝さん。あいつはフレッツを元気にしてあげて。よし、行くぞ。オッケー。こうなりゃいきなり100体だ。一気に 100？ ただでさえ狭い国土に。なに、全部倒せばいいだけだ。そうそう、こういう時にグッと来るのは。ゴーシュ、映画の完成にもう一度チャンス。わかりました。本当に楽しみになさってたんだ。これは面白い展開です。グッドストライカーブラッド参上。今日の気分は。よし、行くぞ。あれ、オイラの気分無視。とびきりのコレクションをもらっておきながら無様な姿。ボスからのサービスまで無駄にしないでね。すまねえな、ボス。今度こそ負けねえな。ユースマジガングラブ。ブラッド参上。ブラッド人呼んでサスライヌ。いいから早く行くぞ。残念だったな、ナイーヌ。だが嫉妬にまみれた野心、もう一度チャンスを与えたいと思う。もちろんですわ。私に借りを作るようで嫌かしら。でもまあこのまま終わるよりはいいでしょ。ゴーシュに生き返らされるなんて最大の屈辱。でもこの悔しさをエナジーにして復活しようよってあんたも必死だから。あいつは近さ、ボス。言ったろうトゲーノ、ぬるいもん見せるなと。違うんですボス、こんなはずじゃ。俺の座ってる椅子はそんなに安くない。デストラ帰るぞ。ボス、お待ちください。私の可愛いお宝さん、おどおどを元気にしてあげて。これでボスのご機嫌が治ればいいけど。あの時と立場が逆転したな。兄貴の恨み思い知れ。あがいたようだが残念だったな。ボス、もう一度チャンスをあげても。好きにしろ。私の可愛いお宝さん、トゲーノを元気にしてあげて。もしかしてボスが許してくれたのか。さあどうかしらね。このままやっちまうしかねえな。マンタ、今度は女にうつつを抜かすんじゃないわよ。なんで大きくなってるんですか。完成、スパークカイザー。怪盗どもがやったのか。ヤングラーと手を組んではいなかったんだな。
私の可愛いお宝さ、地味なネロを元気にしてあげて。生き返るなんて夢よりすげえぜ。巨大化したギャングラーを殲滅する。任せとけ、警察合体の。はい、失礼します。ありがとう。今日は平和ですね。サミにはこんな日もいいよね。ギャングラー、ここは俺の一体。おいおい、マジかよ。てか、あいつは前に倒したやつに似てるな。なんでいきなり。とにかく被害が広がる前に殲滅する。私の可愛いお宝さ、シュダルを元気にしてあげて。この男やる。また面白そうなやつが現れたもんだ。おい、ゴーシュ。かしこまりましたわ。私の可愛いお宝さん、ザルダンを元気にしてあげて。ボスがもっと見たいんですって。頑張って。あれが噂のステータスゴールドか。銀色の怪盗、俺のコレクションを返し。オクト、もっと僕の活躍を見たいって。まいったな。一撃ストライク。あら、ババットの金庫はどこ行ったのよ。どうしようやつ、もっとつけやがって。こうなりゃここら一帯に虫歯みっきりを負けちゃってやる。しまった、忘れてた。おや、君たちも来ていたんだね。私の可愛いお宝さ、レメランを元気にしてあげて。このサイズならたっぷり人間集められるでしょ。せっかく元気にしてあげたのに。ボス、デストラ、手伝ってやれ。まったく、ボスはあの女に甘い。デストラがどこかにいるのか。有力な後継者候補にはサービスしておかないとね。ウパンバル、貴様だけは絶対潰してやる。何そんなに恨まれてんだよ。ただの嫉妬だ。あんたまでやられたらライモンが寂しがるわよ。私の可愛いお宝さん、ギーウィーを元気にしてあげて。たんむー、ギーウィーのやつ負けちゃったよ。ちっ、どいつもこいつも。まあ、返事を考えててくれよ。
このまま人間どもを調子づかせるわけにはいかねえ。任務完了。お疲れさーん。あいつはまだ倒していないのにどうして。俺様の強さ舐めてもらっちゃ止まんねえ。ライモン、これでお前の治癒能力は消えた。あとは全力でぶっ倒すだけだ。覚悟しな。この俺様を倒すだと忘れたのか。そんなコレクションなくったって俺様は十分強いんだよ。なんとかね。頼んだよ、グッドスライカー。私の可愛いお宝さん、グリストを元気にしてあげて。ビッグビッグ。ブルー君、イエローちゃん、私の可愛いお宝さん、エルロックとウィルソンを元気にしてあげて。これを最後の事件にしてたまるか。行くぞウィルソン君。オッケーエルロック。おいおい、あんたがどうなってんの。お前も合体もできるんだよな。当然だ。よし行くぞ。私の可愛いお宝さん、フィョードルを元気にしてあげて。キャーキャ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 。相変わらずしぶとい。ゴーシュ、チャンスを与えてやる。私の可愛いお宝さん、遊具を元気にしてあげて。この街全体を私の根城にしてやる。もうでっかくなってる。一歩遅かったか。カイト、ノエル。見てるだけでくせえ。おいゴーシュ、もうさっさと手を貸してやれ。メリスミル握りペン。私の可愛い大きくなっちゃった。ブー、ちょっと早いが予定通り。ブー、人間界披露見させ結構だ。ブー、俺のガスはよく燃える。ブー、そうか、あいつは匂いをコレクションで消しながら可燃性ガスを撒き散らしていたんだ。早く火を消さないとどんどん広がっちゃう。出てきちゃうの。どっかにデストラがいるってことだろう。とはいえルパンコレクションはいただいた。融合が解けた。あいつバッドボイスを持ってる。オイラの天敵だ。どういうことだ。コレクションを弱くするコレクション、オイラの力を相殺しちまうんだ。壊れちゃった。ゴーシュ、アッシュラの銀行をかき集めてとんでもないことをやらかそうとしていやす。まさか。でもまあいいわ。
私の可愛い実験体ちゃん、人間どもを驚かせてあげる。ステータスクインティプル、グッドストライカー、行くぞ。いや、行くぞ。まさかやられちゃうなんて。私の可愛いお宝さん、もう一度チャンスをあげて。悪あがきだね。みんな、せっかくだから、この勢いで行こうぜ。私の可愛いお宝さん、エンビーを元気にしてあげて。やる気が湧いてきましたよ、ゴーシュ。バチごとまとめて子供にしてやりましょう。そんなことさせるか。私の可愛いお宝さん、ヘルベーロを元気にしてあげて。やっと見つけた最高の可愛子ちゃん、簡単に諦めてたまるか。しつこい野郎は嫌われるぞ。今度こそオイラに任せな。私の可愛いお宝さん、ドリューンを元気にしてあげて。こうなりゃ奥のデスから。引き込まれ。ちょっと人は近くていいの。え、逃げちゃったよ。おらら、今さら逃がすかよ。奥の部屋で寄ってくれ。来て、残念。光エネルギー爆弾の破壊力を見たかったのに。私の可愛いお宝さん、ペッカーを元気にしてあげて。これは素晴らしい化学反応だ。私の可愛いお宝さん、ヤドガーを元気にしてあげて。リフォーム成功ヤド。行くぞ。先輩、大丈夫ですか。僕が行こう。頼むよ。仕方ないわね、ボスの命令だもの。私の可愛いお宝さん、ヤネークを元気にしてあげて。あれ、俺まだ生きてるんじゃねえ。そうみたいね。ジャネーク、お前はコレクションを奪え。行け、ゴーラム。オラララ、このサイズなら操れなくても戻るんじゃね。私の可愛いお宝さん、イセロブを元気にしてあげて。アビーゴも怪盗どもも許さねえぞ。私の可愛いお宝さん、ジュゴーン・マナティを元気にしてあげる。二度と遅れは取りませんよ。まだだ。ドグラニオ様の期待に応えるため、私は倒れるわけにはいかんのだ。あっ。
た。こんなもので私は倒れ。嘘嘘、まだ倒せないの。私はドグラニオ様を絶望させるわけにはいかんのだ。よし、私の可愛いお宝さ、レストラを元気にしてあげて。あらら、仕方ないわね。私の可愛いお宝さ、トカゲイルを元気にしてあげて。X のおかげで面白くなってきたわ。グッドストライカーブラッド社長、今日の気分は？あら X、 そのうちあなたを可愛がってあげるわ。楽しみに待っていてね。ゴーシュ、よくもこのナリズマ様を。あったけ断言、赤色物質。あ、ゴーシュ、あら、なんか釣れたの？私の可愛いお宝さ、サボンを元気にしてあげて。あとは僕たちに任せて。少しは休んだら、優しいおまわりさん。ちょっと待った。え？あ、どこだ。ゴージュさん、助け立ちお願いします。シャッキー、仕方ないわね。めげずに、お前たちこれを使え。荒巻きブレイク。ごちゃごちゃうるさいわね。あなたたちはこれの相手でもしてなさい。ゴーラム、レストラの片身よ。なんだなんだ、何が起こってるんだ。なかなかやるじゃない。いいこと思いついちゃった。黄金の金庫に移植したらどういう結果になるかしら。あいつ自分の金庫。マジかよ。これが私の最後の実機だ。さて、久しぶりだからな。肩慣らしをしておくか。なんでドグラニオを自ら暴れてんだ。こんな時に。ザミーゴを倒して兄貴たちが戻らなかったらコレクションが必要だ。行くしかない。クッキー、力貸して。おう、任せろ。